シシ肉です。切ります。うん、あ、よく切れるやつ。結局皮捨てちゃうんだよね。ちょっとね、毛根が気持ち悪いので、ちょっとなんか食べれないので皮を削いじゃいました。本当はね、美味しいらしいんですけど、なんか私たちはあんまりね。人によってはその毛がうまいっていう感じらしい。毛がうまいってことないでしょ。毛じゃなくて、皮がね、そう、皮が美味しいらしいんですけど、私たちは毛根がちょっと気持ち悪くて、見ます？毛根がすごいんですよ。このなんか素晴らしくないですか、この毛根。これがね、ちょっと気持ち悪くって、これが私たちはちょっと捨てようかと思う。すごいね、中まで。これ内側でしょ。そうだよ、内側から生えてるんですか。違うよ、毛根よ。なのでちょっとこれはね、食べません。はい、フライパンはしっかりと熱します。お酒のつまみにいいか。手抜きで毛根抜く。焼きます。赤身が美味しそうです ね。美味しそうだよね、やっぱりイノシシ肉はね。獣なのでしっかり焼きます。やっぱ豚っていうか、今イノシシはいろんなものを食ってるから、成虫が筋肉とかいいですよね。そうなの？らしいよ。マジ？ほら、牛と違って豚はよく焼きなさいって言うよ。筋肉の中にもいいらしい。すごいなんか噛み応えがある、ね、ありそうな。もうちょっとスライスしてもよかったな。いや、我が家にはそんなね、あのね、あれがないんで。で、塩コショウどんくらい？パラパラ？パラパラで。こんなもん？どうですか？ん？どうですか？塩コショウ。もっと塩コショウ。また裏返してパラッとする。そうだね。どう？しっかり火を通さないとね。どう？匂いが。なんか美味しそう。美味しそう？でもなんかちょっとやっぱり、ね、気持ちがする ね。なんか豚骨ラーメン屋さんの前通った匂いが。気持ちがする。豚肉と違うよね。うん、獣の匂いが。なんか嫌いな人は苦手なの。うん、でなんか日南のイノシシはそんな美味しくない。これはでも美味しいやつくれたんだな。ああ、そうかそうか。なんか別のイノシシが美味しい。なんか私は食べないよ。はい、どうも、山に住んでます。イノシシに完成したから。結構薄切り、もうちょっと薄く切った方が良かったかな。いただきます。塩と胡椒だけで味付けしました。
毛？謎の毛がついてますね。はい、毛根じゃん。イノシシ肉、うん、食べない、硬て、うん、うまいけど硬いね、噛めない、うんうん、もうちょっと薄切りすればよかったな。薄切りにしても一緒だよ。やっぱ圧力で炊かないと辛くて食べられない。ちょっと硬いね、うん、飲み込めない。最悪ってみたいな。美味しい、美味しいですよ、すごくうまい。なんか味はすごく美味しい、濃厚でね、ザ肉って感じがして、うん、肉、うん、ただ硬いね、うん、ただやっぱりこうスライサーとか本当にこう薄切り、しゃぶしゃぶ並みの薄切りにして焼いてくるとちょうどいいかもしれない、うん、でもなんか人に言ったらこの硬さがすごく好きっていうね、うん、なんか原骨せんべいみたいで、そうなの、ね、僕は結構好きかな、うん、バラ寿司食べよ、うん、ご飯がめちゃめちゃ進みますよ、うん、生姜つけた方が美味しいよ。生姜醤油。うん。そうだよ。うん。ああ、生姜と醤油でつけたタレですね。ちょっと試しに。ちょっと皮が近いから硬そうだね。コリコリしてる。うん。皮はめっちゃコリコリしてるね。うん。マジ主張が強すぎる。美味しいけどね、うん、ほらあれやね、なんか年上が濃いな、顎が疲れる、あ、ほんと皮のところはすごい弾力がね、多分こう見てる方のなんか想像の10倍ぐらい硬いよね。エラが張りそう。すごい顔面の噛む筋肉を使いそうね。でも美味しいけどね。うん。なんか箸が止まらないです。うん。この辺ね、ちょっと醤油、生姜醤油つけたんですけど。うん。皮のやっぱところはちょっとコリコリ感が強いですね。うん。どう？生姜醤油。うまいね。これ何味でしたの？これはあのピンク色の塩と醤油だけ、うん、この寿司は今度から圧力で炊くわ、うん、俺これ好きだよ。これもうちょっと薄切りにしたらなんかちょうど歯ごたえがあって美味しいかもしれない。薄切りが難しいんですけど、今度薄切りにしてくれる？
にさ、あのナイフで切ったら多分スライスできるんじゃないかな。あの俺が持っているあのナイフ、あれで切ればね、あれスッスッって切るから多分うまいよ。やっぱりうまい、うまい。メスの肉かな、わからん。オスだともっと硬い気がするんだよね。まだ柔らかい方。へえ。塩麹とか混ぜるともうちょっと柔らかくなるかな。うん、玉ねぎで漬けたんだよね。もうとりあえずそのままちょっと切って焼いただけだもんね。なんでイノシシの肉って掃除で硬いんだろうね。豚と牛は柔らかいですね。野生の肉だからかな。カレーにしたやつはすごく美味しかった。柔らかくて、だってあれ炊いたもん、圧力で炊いた。おいしい。ジャーキーだと思えばジューシーなジャーキーだね。イノシシの肉はとても硬いけど美味しいです。噛めば噛むほど味が出るって。お酒の水餃だって。お酒のつまみにもいいかも。もうちょっと薄くスライスすればよかったね。ああごめんなさい。ごめんなさい。とても美味しかったです。じゃあ今日はこんな感じで。さよなら。